元気でな。どうしたんだ。どうした、どうした。あなた、どうしよう。何があったんだよ。私はダメな妻、ダメな女なのよ。何があったんだ、言ってみろ。大変なことをしてしまったの。言ってみろ、何があったんだよ。怒らない。言わなきゃ分かんないだろ。実は私、そんなことかよ。びっくりさせんなよ、お前。箸なんかいいだろ、お前。これ、かばたくなんか折っても構わないよ。買えばいいんだよ、買えば。許してくれるの？当たり前だろ、お前。何言ってんだよ。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。分かった。飯でしょ、飯。おい。分かった。ズボンがまだ下げるのは早いよ、お前。どうした、何があった、何があった。大変なことをいたしました。何があった、言ってみろよ。実は私、おかずを買うのを忘れてしまったの。どうしよう。そんなことかよ、お前。おかずなんかいいだろ、お前。大丈夫だよ。許してくれるの？当たり前だろ、お前。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。おかずで、じゃああれしよう、お茶漬けしよう、お茶漬け。何があったんだ。何があった。言ってみる。どうしたの、今度は。あ、実は私、うん、ご飯を炊くのを忘れてしまったの。そんなことかよ。許してくれるの？当たり前だろ、そんなご飯なんて。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。じゃあ、そこやからなんか出前と頼もうな。俺、カツ丼でいいや。カツ丼で。これはマイクじゃないんだよ。これマイクじゃないんだから。お蕎麦屋さんが休みだったの。それお前のせいじゃないだろう。ああ、許してくれるの？当たり前だよ、お前。何言ってんだよ、そんな。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。もうこういう時は飲んでよな。おい、パジャマくれ、パジャマ。どうした何があった、今度。どうしたんだ。どうしたの。え、アイロンをかけようと思って、うん、焦がしてしまったの。アイロンで焦がした。どれどこ焦がしたんだよ。え、ここはどうか。これすごいな。許してくれる。当たり前だ。さあ、寝よう。ここでビジュアメイク。Subscribe now.